三号、包みの戦いは、中国の南北朝時代に三号包みにおいて起こった、北義軍と後援軍の間の戦いである。395年7月、五縁の母用水は、大使母用だからを元水とし、両聖王、母洋実りと長王母洋林を復元水として、八万の兵を率いて、北義に進攻させた。合わせて、藩洋王、母用徳と陳竜王、 母王将に1万8000の部隊を預けて降応して、進攻させた。8月、北儀の卓抜慶は、黄河の南に兵を駐屯させた。9月、卓抜慶は、林河に進軍した。後園の母王だからは、船で兵を渡過させようとしたが、暴風のため戦数10層が漂流した。義軍は後園の兵士300人余りを捕らえたが、すべて釈放した。 母用だからは病床にある父、母用水のことを心配していた。卓松家が後縁の死者を捉えて、母用宝らが母用水の動静を聞いていないことを知ると、もしも父がすでに死んでいたなら、なんとかえるに遅いことかと伝えさせた。母用宝らは遊くに沈み、燕軍の指揮は動揺した。卓松家は、陳流港、卓松県に、黄河の東に駐屯させ、 東ズ平行卓罰儀に、黄河の北に駐屯させ、略陽光を、卓罰従うに、燕軍の南を訳させた。後進の陽鏡が、陽仏塚佐を派遣して、義軍を救援させた。後への術師、安が、援軍の敗北を予期して、撤退を進めたが、模用だからは聞き入れなかった。援軍と義軍の退治は長期にわたった。 後とへの超母曜輪の武将の忍子カサラが母曜輪の擁立を図って計画が漏れ、忍子カサラは処刑された。母曜宝と母曜輪らは味方同士で疑いあった。11月、黄河が氷結した。卓松慶は兵を率いて黄河を渡り、市長を置いて精鋭に満期余りで援軍に迫った。援軍は油断して備えを怠っていた。義軍は 昼夜健行で進み、夕暮れに三号を、筒みの西に出た。援軍は三号、筒みの東にあり、戸黒羊山の南の水上に陣営を構えていた。拓松家は夜間に諸将を分かち、馬の口に歯身を噛ませて音を立てないよう密かに進軍した。翌朝、義軍は戸黒羊山に登って、燕軍の陣営を目指して攻め下った。縁軍は、 大混乱して歴史者我慢を数えた。北儀の略要光、卓抜従うが援軍の前を遮り、燕軍の兵士5万人が武器を捨てて捕虜となり、逃亡に成功した者は数千人に過ぎなかった。母様だからは短期で逃走した。後園の陳竜王、母様将は戦士士、炉脇王、母様山と、卓抜慶は後園の大軍隊使カウルーヤマサ、はじむ軍隊使カツネ、 大使、老明隆を任用したほかは、中部大人、王権の信玄を入れてことごとく穴うめにした。12月、卓松慶は、盛ん楽に帰還した。ありがとうございます。